い、どうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、今日の動画は何でしょう。ボクシー海賊団まとめ。はい、来ました。ボクシー海賊団ですね。うん、まあ、フォクシー単品はやったんですけれども、海賊団としてちょっと扱っていくと。そうかそうか、うん、はいはいはい。結構いるからね。そうだね。そうそう、人数もいるし、意外と名前分かってるキャラもいるっていうね。うん、ちょっとそちらやっていきましょう。はい、行きましょう。実際画面で見ててください。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらお願いします。いろんなまとめ動画上げてます。一緒に楽しんでいきましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい、やりましょう。うん、やりましょう。喉を壊してるので、うん、お聞き苦しい ところがある かもしれません。びっくりしたからね、昨日 LINE 来て、ちょっと喉痛いんでフォクシー海賊団まとめでって来て、うん、いやフォクシーいじっとるやんっていう。喉痛くてもいけるでしょフォクシーならみたいな。関係ある、いじってる、関係あんだ。まあね、フォクシーそんな感じだから、大体扱いがそんな感じだからね。怖いな、フォクシー海賊団で勘弁してください、皆さん。別にいいよ。全然いいから、フォクシー海賊団でも。いいよね。気になる人いるよね。好きだよ、フォクシーはね。はい、フォクシーを船長とする海賊団ですね。うん、船セクシーフォクシー号という、うん、まあ、船にね、もともと乗っているという感じですね。はい、でこの人たち得意分野、うん、ベイビーバックファイトです、うん、はい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 。このまとめもやったのでね、ぜひ皆さん見てください、うん、まあ戦いを海賊に挑んで、うん、勝ったらこうね、いろいろ船員もらったりだとかね、旗もらったりだとか、うん、いろいろできる、はいはい、もう海賊らしいゲームですよね、うん、ゲームっていうか、うん、まあバトルか、まあそうだね。でこのフォクシー海賊団ももうほとんどがこう、うん、デビューバックファイトで集めたメンバーだったりするという感じですね、うんうん、そうだね。すごいね、だ強いんだよやっぱ、ね、まあ強いよ、このゲームに特化してる人だったらもうプロだからね、マジで、うん、ねえ、ねえ、だって懸賞金自体は2400万とかだからね。そうだね、懸賞金自体は低い。だから、うん、あの悪いことせずにデイビーバックファイトしかしてないってことだよね多分。いやそうだよね。ねえ、めちゃくちゃ悪だったら1億とかさ、あんだけ人数ねいたらさ、行くけど、そんなに悪いことせずに、うん、ほどほどの懸賞金でっていう感じだからね。じゃあそれしかやってないな。じゃないマジで。だって当時、ルフィは1億だってね、うん、1億 VS2400 万だからね。ね、現状それでも結構海賊団としては崩壊させられそうにはなるからね、うん、そうだね、うん、危ないよ、苦戦してはいるからね、まあ、確かに不正ばっかだからね。そう、実際審判も味方につけてるからね、うんうんうん、でも豪華ですからね、デビューバックファイトのための軍団だから。そうね、うん、ね、全部用意してくれるんだから、ね、屋台とかまでやってくれるからね。そうそう、屋台用意してくれるし、それで ね観客席まで用意してくれるし、そうそうそう、あれでも興行だから、うん、興行してるんだね。そうそう、あれで見物客もいたか。いやそれはやつらね、え、相手フォクシー海賊団。じゃあやっぱ金成り立ってないじゃん。自分確かに成り立ってないじゃん。成り立ってないよね。ギリ成り立ってないですね。だから麦わらの一味も言うて、あの綿飴買ったりとか、うん、屋台で買い物しただけだから、ね、数千ベリーとかじゃない行って。イベントはグッズで儲けなきゃ赤字ですからね。ねえ、だ相手が大型海賊団だったらそこそこお金落としてくれるんじゃない。そうか、麦わらの一味だったからなってるのか、ね、そうそう、麦わらの一味は人数少ないからね、うん、おもろいね。はい、まあそんな感じの一味、はい、面白いわ、うん、ではメンバーをね今日は中心に、まず一人目フォクシーですね。うん、船長親便、船長フォクシー、銀狐のフォクシー、うん、はいはいはい。で懸賞金は2400万ベリーと、うん、上がってる可能性はないか。いやもうそれこそちょっとジャンプの話先します、しようか、うん、ね、先ちょっとすると、うん、また後で経緯話すかもしれないけど、まさかの3人になってましたからね。そうなんだよね、うん、そう、ベガバンクの放送のねとこで世界のキャラたち描かれたけど、うん、いや3人になっちゃってたから、うん、そうだよ、もうボロボロ、あんだけ人数いたのに ねもうボロボロ。ポルチハンバーグか、
そう、ポルチェ、ハンバーグの3人になってたから、うん、もうみんなだから取られちゃったんじゃない、だからマジで、ねえ、で小舟みたいな、うん、そう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 、うん、感じだったから、うん、そうなっちゃってんのよ。うーん、だからもう今後も何も多分もうずっとあれをやり続けて、うん、今落ちてるってことだよねきっとね。つらだから変わらずなんだよね。主要メンバー取られないんだ。うん、確かに。ね、だから取られたけど取り返してるもあるかもしれないけどね。うん、ああこの3人はやっぱ。この3人はやっぱり成り立ってるからね。でもそれこそあのビッグパンとかピクルスとか取られちゃってるからね。ね、ハンバーグ系列ね。ね、そう系列。ねえ、ハンバーガーできない、モンスターバーガーできない。何のためにやってきたのか分かんなくなっちゃうね、それね。うわ、むずいね、それは。すごい悲しいこと言うなよ。なんかだっていいんだよ。海賊でなのに冒険とかもしてないしさ、なんか分かんないけどさ、してるかどうか知らないけど。まあまあね。それのために生きてきてたわけだからね。まあだから生っ粋のこのないギャンブラーじゃないけど。うん、そうよ。ねえ、デイビーバックファイターだよね、生っ粋の。あれをやるために。うん、海に出てる可能性もあるから。ただまあこっからね、3人いればできるからゲームが、うん。そうか。そう、別にできるからね。一、うん、人一人一人で出場すれば。うん。何回戦かによるけどね。うん、合体する可能性もあるね。合体？どっか強いとこ、クリークのチームとかさ。そういうことね。なんでクリークとデイビーバックやってんだよ。クリークのチームのところにはデイビーバックファイト戦みたいな、うん、なんかその戦名の事業部みたいなのを作ってもらってさ、うん、入るみたいなね。なんかこう舞台みたいな、ね、で加入ね、そう加入、もうフォクシー丸々加入ね、そうそう舞台みたいな感じで作ってもらってさ確かにフォクシー丸々どっか加入は全然あるよね、デビューバック負けよ、ね、負けってみたいな、うん、どっちかあるな、うん、フォクシーのところに誰かが入るもあるし、うん、うん、はい、はい、じゃあジャンプ終わりで、はい、ジャンプ終わりで、フォクシーさん、まあ、ノノノノミですね、はい、ノノミは、うん、強いよこれ、強いよ言うてもね、うん、ノロノロは強いよね、まあノロノロビームを当てなきゃいけないけどね、そうね、うん、うん、でもめちゃくちゃ速い人に当てられないっていう、まずキザル多分当てらんないね多分そうね、キザル速いもんね、ねえ、速い人に当てるのがそもそも難しさはあるかもしれないね、うん、うん、でも強い、ベガパンクが研究してノロノロのこのさ、うんうん、講師だっけ、ノロノロの、はいはいはい、ノロノロ講師をキザルにあげればいいのにね、うん、そしたら超強そうじゃない確かに、キザルが撃てるようにってこと、ね、撃てるようになる、めちゃくちゃ強い、キザルがノロノロ撃てたらめっちゃ強い、ね、めっちゃ強いよね、ねえ、なんかノロノロのまあ銃みたいなの作ってもらってね、なんかできそうだしね、そうそうそう、ベガパンク、うん、レーザー作ってるしね、ピカピカだから、うん、ねえ、その要領でね、うん、ノロノロの銃作ってくれば、レーザー作る、相手をすっごいノロノロにして、あのキザルのすごい速さでめちゃめちゃ殴りまくれば、うん、そのノロノロが解放された時やばいことになるってことか、うん、やばいよ、やばいよもうね、うやばいじゃん、強っ、やばいよもう確かにこのノロマ講師ってここでしか出てないからね、そう、どこ生まれなんだろうね、ノロマ講師が存在してそれを使いこなせるっていう能力だから、うん、だからそういうのものが物理的にこの世界には存在してんだよね、そうだね、確かにベガパンク研究しててもおかしくないもんね、うん、ちょっと気になるけどね、うん、はい、では次ポルチェさん、はい、ホシクシー海賊団のまあ女性ですよね、可愛らしいね、でまあ海賊団、まあ、戦闘員みたいな感じでしょうかね、一応そうね、あと、うん、応援ガールズ、応援ガールズお花チアリーダーズ、そう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 、そう、そこのまあ、ね、リーダーみたいな感じね、うん、可愛らしいですよね、フォクシーって ねやってたよ、うん、だからチアリーダーもやるっていうね、うん、でチョッパーをまあ欲しがってた子ですね、そうだね、うん、あれでもこの子人気そうですよね、そうでもない、ね、どうだろうね、まあそこでしかやっぱ出てないっていうのがあるからね、まあそうか、うん、でまあキューティーバトン使ってお花手裏剣だっけな、う、ね、うん、手裏剣出す技ですよね、ねえ、めっちゃ強いってイメージでもないけどね、そうね、うん、あんま強くないってイメージですよね、うん、なんで裏返して言ったのあれってそんなに強くないってこと、うん、裏返して言ったよね、うん、まあ確かにめちゃめちゃ活躍したっていうかね、うん、いう感じでもないから、うんうん、はい、では次、はい、主要メンバーですよ、うん、ハンバーグ、ハンバーグだ、いいね、ハンバーグ、うん、ハンバーグ、ね、いいよね、うん、ハンバーグさんでございます、うんうんうん、この人は、まあ、意外と分かってないね、そうだよね、うん、でかいよね、でかい、
まあまあでかいぐらいだな、うん、そうか、まあまあ超でかいわけじゃない、巨人とかではないもんね、ではないではない、まあまあでかいぐらい、うん、でも分かってないよな多分、巨人じゃないんだ、ハンバーグ実はいろいろ多分ビブルカードにもねなってないんですよ、あのエクストラに入っちゃってるのこの人たち、あ、そうなんだ、そうそうそう、意外だね、まだ1枚なってないんで、フォクシーだけじゃないか、おお、グドッキーリングのね対戦相手でございましたね、うん、でね、まあハンバーガーの ねメンバーでしたね、うん、で武器はなんか金属バットとかメリケンサックとかそういうのを使ってるという感じですね、はいはい、いろいろやってたね、楽しそうにいろいろやってたからね、ねえ、うん、っていう感じか、意外と確か分かってないのか、分かってない、うん、で声優さん確かミホークの声優さんじゃなかったっけ、確か、おもろ、なんか関係あんのかな、ね、やっぱ関係はないよ、関係あんのかな、間違いなく、あの仮面みたいなのつけたら、うん、ハンバーグになるんじゃない、ミホークがなんかついてるじゃん、ちょっと 目の周りさ目の周り、うん、仮面というかなんていうのこの覆面みたいについてるね、ちょっと顔は隠したいけど、そうそうそう、まあ、サングラスじゃなくてそれつけたらこういう体型なんじゃない、うん、全然変わるやん、全然変わるやん、何もかも変わるやん、ミホーク渋さから何から、うん、別人になるやん、なんかイタリアでハンバーグの意味とかないのか、ミホークって実はいやいやいや、 あったとて、イタリア語でね、ね、イタリア語でハンバーグの意味だったらもうドイツ人物確定だもんね、確定なんのか、他の言語なんでね、声優さん一緒だからね、うん、確かにあの声優さんがね、あの天狗山飛鉄がすき焼きと同じ声優さんだったって、ね、そうそうあるんだから、そういうのも、うん、まあ一応あるからね、うん、掛川さんか、うん、掛川さん絶対ちげえ急に剣技も使えなくなってるやん、そしたらまあちょっとジャンプですが、この今言った3人に現状になってしまったという、うんうん、そうだね、うん、ほんとよ、いやね、で言って船も違ったからね、うん、船も海賊機もなかったから、あのルフィが書いてくれた、うん、そうだよね、変なやつもなくなっちゃってるからね、うん、多分、うん、誰かなんか持ってる人とか出てきそうだね、あの旗を確かに確かに、いてもおかしくないね、ねえ黒ひげんとこもいとかさ、確かに、もともとって発祥その辺だもんね、そう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 、蜂の巣、海賊島で生まれたっていう、ね、そうだもんね、だから多分蜂の巣だと思う、そうか、海賊島が他にもあったらあれだけどってことだよね、うん、そうで、まあ多分蜂の巣だと思うけどね、うん、当時それロビンが言ってんのよ、もう海賊島って言ってたよね、そうデイビーバックの時に、うん、すごいよね、だ黒ひげの一味が持ってるかもしれないしね、持ってるかもしれない、ピクルスとかねその辺をいやいるかもな、ワンちゃん本当に、ね、ありえるよね、ありえるよ、蜂の巣出てくる、全然ありえるよ、うん、はい、ではここから他のメンバーも、はい、うん、はい、じゃあハンバーグつながりでいっちゃおうかな、うん、一回、そうだね、うん、ピクルスとビッグパンさんですね、はい、はいはいはい、ここはやっぱ印象的だよね、そうね、うん、まあ、クドッキーモンスターズこの3人でね、はい、まあ、パフューム的な存在だったのではないでしょうかね、うん、3人組ポリリズムってやってたやってたやってたよねサイズ違うな、だ俺の知ってるパフュームとサイズ感全然違うけどパリリズムってことでハンバーガー作りながらね敵をこうガシャガシャってかわいいじゃん、ガシャガシャってやってさ怖いよパフュームタックルマシーンという、ね、はい、異名をピクスさんに持ってたりしますと、うん、はいはい、うん、技名実はめっちゃね、俺この人の技名ね未だに覚えらんない、いっぱいあるよね、いっぱいあるの、スリングタックルとかね、なんちゃらタックルがいっぱいあるんだよね、難しいのよ結構、でかいよねこの人は、そうだね、ピクルスがちょいでかだね、ねでかいよね、うん、うんうん、一番はビッグパンね、朝はビッグパンだ、そうそうそう、でかいよなこの辺、そうでかい、この3人でかいよ、ピクルスもまあまあでかい、何メーターぐらいあるんだろうね、ね、4メーターぐらいあるのかな、でかいね、結構でかいよね、うん、うん、まあタックルねする技、そう、いろいろ肩にね、ね、うん、パッドみたいについてて、そうそうそう、でも一人デカおじビッグパン、デカおじデカおじね、巨人と巨人のハーフですね、そうなんですよ、この人しか出てないからね、ウォータンというね、そう、うん、ウォータン、あこの人だけか、うん、ウォータンもこの人だけじゃない、作中すごいね、うん、実はとんでもない種族だから、種族とか気にしない考えだからね、本当一番の世界平和を作れるのはフォクシーなんじゃないかっていう、うん、確かにね、うん、確かに意外とそのあたりはルフィと一緒だからね、種族関係なしに、ね、ロボもエロも嘘つきも入れるから、うん、そうだよねルフィとそういう面では似てるよね、似てる、だからそこは手組んだ時本当の世界平和が生まれたのね
アニメで手組んでたからね、一回。アニオリで。アニオリ多いんだよね。アニオリはね。デビバックはね。あ、そうそうそう。いや、それと、あとプラスで、むしろ1話スペシャル、テレビスペシャルで。あ、そうなんだ。やってるんですよ。テレビスペシャルで実は手組んでる、うん、なるほどね。フォクシーと2人で戦ってますから。この人でかいよ。そうそう、でかいね。普通にでかいね。10メートル。だからってことか、うん、言うても。そうそうそう。え、ハーフだからちっちゃくなるとかはないのか。脇ないんじゃないかな、一応。ないか。うん。その血が流れてれば全然でかかったりもするし。でかそうってことか。うんうんうん。で、土壌のウォーターだね、だから。土壌の巨人の血が入ってる。そうか。そうそう。だから、ぬるぬるなんですよね。うん。だから、こう、背中をこうやってやってさ、輪っかになって、その中、ツル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 って。ねえ、やる、こう、いてあったね。土壌コースター。うん。やられてたね。いろいろやってましたね。うん。うん、はい、こんな感じかな。うん。やっぱ、ここのグロッキーリングのとこが、やっぱ、熱いね。熱いね。ゾロサンジが。うん。ちょっと前の、百巻記念の、実写ドラマあったじゃん。うん、トワイライトが曲のやつ、うん、あれでそこだけのアニメがちょっと作られたりしたんだけど、うん、やっぱ鳥肌やばいもん、あそこのバトル。やばそうだね。うん、すごいんだよ、うん、そこ曲とマッチして超かっこいい、ゾロサンジが。でももうビッグバンもバカーってもうやられてたから、地面にゾロが持って、わーバカードアラバババみたいなやつが島割るぐらいゾロやってたから、ね、ゴール入れるとき。ゾロサンジが一番苦戦した相手だもんね。一番、うん、一番か。結構クイーンとかキングとか直近だと苦戦してたけど、それよりそれより苦戦してたんじゃん。確かにボコボコになってたもんね、最初。結構ボコ、あの二人のタッグでこんなボコボコになるんだっていうのはあったね、確かに。ね、完全に敵のペースだったからね。うん、はい、はい。では他のメンバーもね。はい。伊藤美水さん。はいはいはい、実況ですね。実況、まあなんたらマイクさんと一緒ですね、日高で言うね。はい。先生ね。先生。プレゼントマイクか。はいはい、プレゼントマイクさん、まあ、司会者ですよね。ねえ、そうだね、うん、で、チュチューンに乗ってますね。チュチューンっていうスズメ、チョウスズメに乗ってます。そうだね、鳥の、うん、司会進行だから、よくないね、司会中あっちが用意してくれる嬉しさもあるけど、うん、そのね、偏ったやり方する可能性もあるよね、司会ね。まあもうそうだよ、めちゃめちゃそうだよ。まあそうだったもんね。ねえ、そうだったよ。ナミとかもすげえ言われてたの、うん、ねえ、そうそうそう、ヤジを煽るような実況するからね。そうね。そうそうそう、でもそれは言っちゃダメだよ、 お前らは用意できなかったんだからって話だからね。いやいや、フォクシー側で意見言ってるこの人。いや、そりゃそうだよ。まあまあそうだな、うん、うちが用意したんだからっていう、ね、そうそうそう。確かにな、ね、うん、はいはい。で次、カジキの巨人のカポーティさん、はい、巨人、ね、あ、巨人だ、カジキの巨人のカポーティさん、はいはい、巨人2人になっちゃうから。カジキの巨人ってなんか巨人にもモデルあるみたいな。巨人ね、うん、そう、ここ普通に巨人もいますからね。すごいよね、ドーナツレースでね、うん、こうボートを連れてった人とか ね、そう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 、カポーティさん、すげえじゃん。移動移動ってやっぱいいね。いいよ、多種多様だよ本当に、ね、うん、メンバーは本当にね充実してるから。こんなチームがあればね、戦争なんて起きないのかもね。すごい世界平和願うやん、この動画で。フォクシー海賊団を元手に世界平和を願う。本当のオールブルーはフォクシー海賊団のとこにあったのかもなとか言うんじゃん、サンジも。最後。最後。俺が目指したのはここだった。タバコ吸いながらね。そう。お前に気づかされたよ、フォクシー。みんなそうなんじゃん、結局。なんでだ、勇敢な海の選手っていうのは人を傷つけないみたいな。なんでだ、なんでだよ。なんでボクシー海賊で憧れられてんの、最後。最後そこに行き着くなよ、ワンピースも。最後やっぱ人つなぎだからね。もうあったけどなって思いながら、今ちょっとモヤモヤしながら後半の海してねえよ、してねえよ。あの時あれがもしかしたら答えだったかもなってなってないよ、誰も。ああ、そうなの、いけど、なってないよ、なってないよ。あんまり幸せだからね、幸せな空間、綺麗に言ってるけど全然もうすごいひでえ戦い方してたからな、こいつらは。ズルしまくってたからな。こうやってでも取った人たちにしてはみんなさ、うん、船長って感じだよね。だから一応そのカリスマ性はあんだよね、だからやっぱそういうことだよね、バギーみたいな、なんかすごさはあるよね。そう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 、人に好かれる人ではあんだよね。だから確かにいじりやすいじゃん、なんか、うん、親しみあるもんね、ボクシーって、うん、
うん、だって初めて出会ったルフィたちのめっちゃいじられてたからそうね、あんまそんないじんないもんね、うん、まあいじるけどさ、あんまいじんない、ね、あんまあんな感じね、そう、あんなへこますようなこといっぱい言わないからねへこむってとかだから可愛いんだろうね、フォクシーは。なんか言われたら打たれ弱いっていう、うん、そうそうそう、やっぱそういうとこみんなついていきたくなるんだろうねはい、ではモンダさん、はい、はいはいはい、まあ、ペットの星ザメでございますね、うん、モンダね、夏ですにね、こう、うんうん、参加してました、うんうん、これ今思ったら超ズルだもんねそうだよね、強すぎるよね、ねえ、ボートのレースでサメに船引かせるってめちゃくちゃだもんな、ねえ、 ねえ強いよな、そうね、強いんだよ、ねえ、サメで懐いてるからね、言うて、うん、ちゃんと人のことも分かってんだよな、仲間にしてるからねえ、いいね、ねえ、サメにも好かれるっていうフォクシーの人望、うんうん、いろんなね、そのバトルに適したね、うん、人を入れてんだもんね、うん、そうそう、適材適所でさ、すごいよ、ボクシーは。だってアニメだともっといろんなバトルあるもんね、そうそう、いろいろある、ね、これも全然もう忘れちゃったけど、ね、いろいろあるよね、何種類かやるからね、うん、で、あと船大工の人はね、はい、いっぱいいるんですよ、いっぱいいる、ソニエさん、ドノバンさん、ジーナさん、はい、かな、そうだね、っていうね、いっぱいいるんですね、うん、そうで、ジーナ姉さんはサンジが入れようって言ってた、入れようって言ってね、そうそうそう美人だからめちゃめちゃね、この人がもう入る可能性があるから、うん、開けてる可能性もあるからね、その10人なんでだよあと1人入るってやっぱ言われたけど、ヤマト10人仲間にしてーなんて、まだ諦めてないの、ジーナ姉さん、ジーナさんジーナさん嘘、最後女性、あるんじゃない、しかもすんげえ船大工フランキーと被るけど、役職めちゃくちゃ被ってるけど、その後フランキー仲間入れてるけども後ろの会議でルフィとサンジの2人の会議があったからね、ジーナさん入れたいかなそれはサンジだけやもん10にこだわるルフィ ね入れてもいける11になっちゃうぞみたいなサンジやだよやだやだ、ジーナ姉さんはいいのよ、はい、あとキバガエル海賊の船長っていうね、もともと入ってた人、これはね、もともと敵だったんだけど、ルフィたちと戦う直前にスカウトされて、入る仲間になってるんだよね、うん、そうそう、うん、仲間になってる、で、ルフィたちは、ロングリングロングランドに入る前にもう壊滅した海賊船に出会って、うん、ほぼないし、うん、もうメンバーもなんかいないし、全部取られてるみたいなことだよね、全部取られてる海賊団みたいなのがいて、うん、でそいつらが潰れちゃってで、うん、波に飲まれちゃってわーってなった時に、うん、このフォクシーたちに出会ったら、なんとそこの船に乗ってた船長が、うん、フォクシー海賊団入ってたよっていう、うん、そこのキバガエルさん、全部取られんのはまあいいか、うん、いやまあ行くないよ、行くない行くない、めちゃめちゃ負けてたから、何戦もしてでも何人も取られてたのよ、うん、キバガエルさんそう、ね、で、なんなら最終的に船長が取られてるからね、うん、だからそのまま全部飲み込んだんだ、ね、まあそうだね、うん、で残った船員たちがもう波に飲まれちゃったって、うん、ちょっとは残ってたんだね、船員がね、つらいね、うん、そうだね、全員そのまま持ってってくれね、確かにね、うん、確かに、どうせだったら全員で入りたいよね、入りたいどうせ取られんならね、うん、はい、そんな感じかな、はい、でアニメキャラはいっぱいいます、他にチキチータさんとかね、はい、いろいろいますが、はいはいはい、ちょ今回は割愛しましょうか、原作でいきましょうかね、はいはい、原作でね、うん、はい、はい、そんな感じですね、うん、はい、でジャンプの方にちょっとつながるという感じです、はいはいはい、うん、うん、どうよ今後出てこないかな、いやでもあるよね、ちょっとまたこっからジャンプだけどね、うん、こっからジャンプですが、うん、まあ、あるよ、ワンちゃん、ほんとだからそのね、メインストーリーにめっちゃ絡むってわけではないだろうけど、うん、そうね、うん、で言うてあれアニメだと新世界なんだっけな、確かあの要はルフィたちに挑んできたのが新世界なんじゃなかったっけな、ちょっとそれはアニメだからあれだけど、うん、そうそう、だから全然その新世界来てる可能性あるからね、すごいよね原作も、うん、うん、そしたら本当に蜂の巣マジでありえるよねありえるよね、一番ありそうなのは蜂の巣だよな、マジで海賊島の、うん、要は本場じゃん、デイビーバックの本場に行きたいってフォクシーがなってる可能性あるじゃん、いや大体本場行きたくなるよ、極めてく人ってやっぱりね、いやそうだよね、ねえピザの本場ってなったらやっぱりね、イタリア行きたいとかさ、いやそうだよね、ねえあるじゃんそういうの、本場行きたくなるよね本場行きたくなるでしょ極めたら、ねえデイビーバック極めたら本場行きたいでしょワンちゃん本当にフォクシーとクリークなんかやってる可能性あるもんね、ありえるよね、マジでさっきふざけて言ってたけどマジでありそういなくなった人どっかいるは全然ありそうだよねありそうありそう、あビッグパンとかね、ね糸ミメスがどっか飛んでるとか全然あるよね、ねえ
おもろいなぁ、北斎、うん。まだ出城があるっていうね。いいね。もう、で、ほんと唯一に近いぐらい、うん、マジで再登場なかったキャラたちだったからね。逆にね、ありそうなもんなのにね。そう、だって、ね、まあ、もちろんエネルとか扉絵でまだ出てないとかもいるけど、うん、大体のその主要な敵キャラ、ボスキャラとかって大体再登場あるから。うん、そうね。うん、そう、クロコダイルにしかりさ、もう、だってルッチもそうだし、もう再登場があるんだけど、フォクシーはマジでなかったから、うん、もう、香りすら一切しなかったところ、うん、急にいたからね。うん、ねえ、今後出そうですね。いや、出そうだよ。最終章また出るんじゃない？うん、期待ですね、うん、おもろいな出たら。はい、はい、じゃあ今日ここまでですが、うん、ちょっと次はじゃあ船大工まとめ。いいじゃん、いいね。ねえ、大工さんやってないよね、多分。大工さんやってないですね。そう、役職系まとめは意外とやってないですね。やってないよね、うん、ちょっと大変だけど、今日そのソニーエドの版ジーナとか出てるから、うん、船大工まとめやりましょう。セイルットでね。あー、ぜひぜひお願いしまーす。はい。ボクシー海賊団っていろいろあるね。はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いしまーす。次も見てください。明日もお願いします。またね。いろいろありますね。だからお願いします。